日本では米の消費量が減少傾向にある中、食と農に対する理解を深めようと桜井市の小学生が田植えを体験しました。田植え体験は有給農地の解消に取り組む JA 奈良県青少年部桜井式宇田支部が行ったもので、桜井市立敷島小学校の5年生およそ60人が参加しました。はじめに苗の植え方などを学んだ後、田植え機による作業を見学しました。そしていよいよ田植えを体験。小学生は横一列に並び、30センチ間隔で日の光の苗を手植えしていきました。はじめは泥の感触に戸惑い気味でしたが、次第に慣れたようで、苗の成長を祈りながら丁寧に植えていきました。難しかったけど楽しかったです。美味しいお米を作ってくれてる皆さんにめちゃくちゃ感謝しています。秋に収穫された米は需要のある米粉として出荷される予定です。